次に、西郷村立熊倉小学校の実演に続いて、西郷村内の実施状況を説明いたします。今回は、モデル校としての役割、村内各校のコミュニティスクールの取り組み、行政でのマネージメント、伝統芸能の継承、アンケート結果とまとめの5点について説明します。はじめに、モデル校としての役割です。西郷村教育委員会では、令和4年度に、村内各校での学校運営協議会設立に向け、令和3年9月から順次、コミュニティスクールの説明会を実施しました。その際、令和3年3月に学校運営協議会を設立し、コミュニティスクールとなった熊倉小学校が各校の説明会でこの取り組みを紹介し、地域全体で子どもを育てていこうという機運を高めました。また、熊倉小学校の実践例を地区、校長会や教頭会、福島県地域学校共同活動研修会などで広く紹介しました。さらに、ご覧のような A3 両面のリーフレットを作成し、保護者や地域にコミュニティスクールの実施報告や良さを伝えました。続いて、村内各校でのコミュニティスクールの取り組みです。令和4年度には、西郷村すべての学校で運営協議会が設立され、地域の人、物、ことを活用した教育活動が展開されています。ご覧の写真は、教育長からの委嘱状交付、運営協議会の様子、体験活動での地域人材の活用、環境整備の協力などです。また、先行して実施している熊倉小学校では、令和4年度の運営協議会での委員の意見を取り入れ、令和5年度の2つの取り組みにつなげました。1つ目は、熊っこ美術展で、これまでは絵画サークルが準備した絵を鑑賞するだけでしたが、令和5年度は村総合美術展を代表児童に鑑賞させ、全校生に見てほしい絵や写真を選びました。2つ目は、運営協議会委員と児童会代表委員会児童との話し合いです。運営協議会の委員と児童が、より良い熊倉小学校にしていこうと、お互いに話し合いを行いました。続いて、行政でのマネージメントです。私自身、令和5年度からは、西郷村生涯学習課中央公民館に勤務し、地域学校共同活動本部事業を担当しています。この中で、地域コーディネーターを統括し、行政の立場でコミュニティスクールを支援しています。熊倉小学校には、西郷村文化協会加盟団体、自主サークル団体の協力により、熊っこ美術展、押し花教室、華道教室の支援を行いました。西郷村内の各学校への支援に向けては、地域コーディネーターと連携して、各学校の環境整備や教育活動の支援、また、阿伯小学校では、地域に県指定重要無形文化財の点灯念仏踊りがあるので、生涯学習課と踊り保存会と連携しての支援を進めています。行政側に入り、コミュニティスクールについて、村民はもちろんのこと、役場の各課でも認知度がまだまだ低いことが分かり、まずは中央公民館だよりを月1回発行し、地域学校共同活動コーナーを必ず入れ、地域と学校の連携協働の実施状況を掲載しました。そして、村民や役場各課に回覧板で回すとともに、公民館内にも掲示して、
コミュニティスクールの周知に努めました。また、令和4年度から村広報にコミュニティスクールと地域学校共同活動本部事業、それぞれの情報を毎月交代で掲載し、村民に広く周知するようにしています。続いて、伝統芸能の継承、学校、地域、行政が一体となった兜小学校の実践例です。兜地区には200年余りにわたる歴史を重ねてきた上兜、伝統念仏踊りがあります。この踊りは昭和50年に県重要無形民俗文化財の指定を受け、五穀豊穣とともに娯楽の要素もあります。兜小学校では平成4年から学校行事で児童が踊りを披露してきましたが、コロナ禍で中断となっていました。しかし、令和3年12月に、兜小学校ではコミュニティスクールとなり、地域との連携協働がより強固となり、令和4年度から学校行事での児童の踊りが再開されました。兜地区は少子高齢化が進み、伝統芸能の継承が課題となっています。ここで、令和5年度は踊りの練習に先立ち、その由来や歴史について、西郷村生涯学習課で学芸員でもある職員が、ふるさと西郷講座、そして6年生に出前授業を行いました。では、ここで西郷村教育委員会生涯学習課、塩谷慎介課長補佐の話をお聞きください。伝統念仏踊りは、太陽信仰と平安時代頃から踊られている念仏踊りが合わさって成立したものです。今から200年前の江戸時代には、県南地方で踊られていることが書かれている古文書がありますので、その頃には踊られていたと思われます。江戸時代には、上兜地区だけでなく、本来各所で踊られていたようですが、現在は残っているのは上兜地区のみです。新型コロナウイルス感染症の影響で、上兜地区での伝統念仏踊りも、ここ数年、一般公開ができない状態が続いています。このため、教育委員会では、村民対象に DVD 上映を開き、村で唯一残っている伝統念仏踊りの普及啓発に努めています。伝統念仏踊りが行われている上兜地区にある兜小学校での出前講座は、このような流れの中で、将来の担い手になる子どもたちに地域に残る伝統芸能である伝統念仏踊りを知ってもらおうということで企画いたしました。子どもたちは自分たちの地域に残る伝統芸能を見て感じるものがあったようで、学習成果発表会では自分たちで地域の方々から教えてもらって踊りを実践し、出前講座で学んだ内容をさらに掘り下げて調査成果を発表していました。非常に頼もしく感じましたし、今後の伝統念仏踊りの将来は明るいのではないかと考えています。今後、まずは一般公開、大会に向けての支援をし、未来の担い手でなるであろう子どもたちへの啓発活動も行い、伝統念仏踊りが継続していけるように支援していきたいと考えています。いかがだったでしょうか。10月の学習成果発表会で、児童が踊りを発表するにあたり、地域の保存会の方が来校して、3年生から6年生までの児童に踊りの指導を行いました。拝むのだから手を顔の高さに上げる、踊りなので膝の使い方が大切など、保存会の方の指導を受け、タブレットも使って自分たちの踊りを確認していました。6年生の児童は、
難しい踊りなので姿勢を維持するのが大変だった。カブト地区の伝統ある踊りなので学習成果発表会でみんなに伝えていきたいと意欲的でした。では続いて上ハブト伝統念仏踊り保存会鈴木清澄さんの話をお聞きください。私はこの伝統念仏に50年くらい関わってきました。今回学校からの依頼もあって指導していただけないかという依頼で今年も指導してきました。子どもたちは素直に私たちの言うことを聞いて素直に従ってくれています。しかしながら手振り足振りはどういう意味なのかわからず、ただ迷っていることも多かったんですが、その都度、これはこういう意味があるんだよ、というふうと、それを理解して、私らの踊りも理解して、きれいに踊ってくれるようになりました。衣装とか太鼓などを鳴らすと、やはり子どもたちの踊りも輝き、もう躍動するような踊りに変わるので、かなり私らも感心することばかりです。発表会の時はみんな目をキラキラさせながらしっかりと踊ってくれたので大変感謝しています。私らもお支援があったなとそういうふうに思っています。今後ともこういった依頼があれば協力していきたいとそう思っております。以上です。いかがだったでしょうか。学習成果発表会では、はじめに6年生がふるさと西郷講座で学んだことを発表しました。続いて、保存会の鈴木清澄さんが太鼓を叩き、3年生以上の児童が軽井沢、竹島、内輪太鼓と呼ばれる演目を踊りました。踊りは、観客の心に響き、涙ぐむ高齢者の姿もありました。保護者は、今までも踊りは見ていたが、由来や経過については今回初めて知った。2年生の弟は来年踊れるのを楽しみにしていると話していました。では続いて、カブト小学校長、大倉幸子校長の話を聞きください。本校は地域の強みと自然、歴史、文化を生かした探究活動を通して生きる力の育成を図っています。地域で受け継がれている上ハブト念仏踊りは本校の校訓、自ら育て、自主自立、そして未来のハブトを目指して走るハブト小学校コミュニティスクールのコンセプト、地域に学ぶハブトの子を目指す手段として成り立ち、二つのない宝物です。地域とともにある学校づくり、学校を核とした地域づくりの柱として、計画的、持続的に取り組んでいく考えです。学校運営協議会において、学校として念仏踊りの継承に携わることは、承認を得ています。理由としては、単元として成立し、学びの効果が見られる。ハブトならでは、ハブトでしかできない学びがある。そして、ハブト小学校とハブト地域とをつなぐ役目を果たすことができる。そういったことが理由です。
以前から兜地区に住む家庭からは歓迎の声が上がっています。新しく兜地区に入ってきた家庭からは、小学校の特色ある教育活動として受け入れられています。児童がふるさと兜に誇りを持ち、そして兜で育った自分に対しても自信を持つことができるよう、また歴史的な価値がある紙兜点灯念仏踊りが持続的、発展的に兜地区にあることで、より強固な兜地区コミュニティが構築されるよう願いを込めて、点灯念仏踊りに携わってまいります。いかがだったでしょうか。最後にアンケート結果とまとめです。これは熊倉小学校で令和4年度に全校生、保護者、教職員を対象に行いました。コミュニティスクール設立の令和3年度もアンケートを実施し、令和4年度はその変容も分析し、2年度の学校経営やコミュニティスクールに生かしています。児童のアンケート結果です。地域の人との触れ合いにより、どの項目も高い評価となりました。設問7、児童の感想です。大人の人が学校に来ていろいろなことを教えてもらい、とても楽しく嬉しかったという感想が多かったです。特に最後の行の西郷村の大人はみんなとても優しく、自分も頑張ろうと思ったという感想もあり、コミュニティスクールの成果を実感しました。質問8です。児童の感想に、もっと西郷村を盛り上げていきたい、僕も大人になったら子どもたちにいろいろなことを教えたいといった地域貢献の感想もありました。保護者のアンケート結果です。地域人材活用の認知度や教育的効果の高まりの評価が高まってきました。質問6です。保護者の感想では、地域人材活用や本物の体験活動の良さを評価し、感謝や安心感が高まっています。教職員のアンケート結果です。教育効果の高まりや、学校と地域の距離感の縮まりを感じるとともに、近年問題となっている多忙化解消については、令和3年度は 3.0、令和4年度は 3.4 と評価が上がっています。質問7です。成果としては、専門的な指導、本物の体験、環境整備、子どもとの交流など、教育的価値の高い活動の時に、地域に対する教職員の感謝の言葉が多かったです。質問8です。今後の課題としては、さらに地域と一体となり、持続可能な仕組みをさらに整備していく必要性を感じています。最後に実践の振り返りです。1点目は、子どもと地域がより身近な関係になり、大人の素晴らしさや自分自身の再発見につながった。2点目は、地域に根付く持続可能な仕組み作りをさらに構築していく必要がある。3点目は、将来は西郷村の役に立ちたいという子どもたちの意識が高まった。4点目は、私自身、学校と行政のそれぞれの立場での経験からマネジメントの重要性を実感した。
して子どもたちには将来は西郷村民の役に立ちたい、西郷村に貢献したい、西郷村を応援していきたいという思いで震災の復興創生に向け、これからも共に歩み続けていきたいと思います。以上で説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。